鏡肝試し道長の豪胆。これは若い頃の入道殿のお話です。入道殿は藤原の道長のことです。四条の大納言がこのように何事にも優れ立派でいらっしゃるのを大入道殿は、四条の大納言はどうしてこのように優れているのかな、うらやましい。我が家の子供たちは四条大納言の影さえも踏むことができない。それくらいダメなのは悔しくもあるぞ。と申し上げなさったところ、中の関白殿と粟田殿などは、本当にお父様がそう思いなさっているのだろうと、気恥ずかしいご様子で、一言もおっしゃらないのですが、この入道殿は大変若くていらっしゃる美空であるにもかかわらず、私は彼の影は踏まない、きっと顔を踏んでやるぞとおっしゃったそうです。そして今では入道殿は本当にご自分でおっしゃる通りの人におなりになられました。入道殿にはおろか、息子の内大臣にさえご対面なさることができないのですから。入道殿のようにそれ相応の位に就かれる方は、若い頃から豪胆で神仏のご加護も強いように感じます。昔こんなことがございました。火山院がまだご在位中の5月下旬の月のない夜でございます。さみだれの時期も終わり、大層不気味な激しい雨の降るよう、火山帝はなんとなく寂しいとお思いになったのでしょうか。天井にお出ましになって歌を詠んだり管弦の調べを楽しんだりなさっていたのでございます。皆さんが世間話を楽しんで昔の恐怖体験などにも話が及んだ時に、帝が、今晩こそが不気味な夜ではないか。こんなにたくさん人がいるのに、何やら気配がいたすぞ。まして、人気のないところなどはどうなのだろうか。そういうところに皆は一人で行かれるのか。とおっしゃいました。いやいや、それは滅相もございません。と皆様尻込み申し上げなさるのに、入道殿だけは、どこであっても私は参りますよと申し上げなさったのです。なんともお茶目なところをお持ちの帝でいらっしゃるので、それは面白い、それならば行くがよい。道高は部落院、道兼は侍従殿の塗り米、道長は大黒殿へ行けとおっしゃいました。他の皆様は入道殿がまずいことを申し上げたなあと思われ、また帝のご命令をお受けなさったお二人の殿下たちはお顔色が変わって困ったことになってしまったとお思いになっておられます。それなのに入道殿だけは少しもそのようなご様子がないのです。私はいつもの従者を連れて行かないつもりです。従者はこの陣の吉祥でも竹口の武士でも誰でも構いません。その中の一人に小慶門まで送れとご命令くださいませ。小慶門から中には一人で入ってみせましょうと申し上げなさいます。帝が、それでは一人で行ったという証拠がないじゃないかとおっしゃると、確かにと入道殿は、帝がお手箱に置かせていらっしゃる太刀をいただいて立って行かせなさいました。そして残りのお二人もしぶしぶお出かけになられたのです。